尻尾の方から包丁を入れて、でこの腹のところもですね斜めにブスッと落としちゃいます。大体シーズンになるとこれが15本から20本ぐらい届くので。はい、どうもこんにちは、ハッシーです。今日なんですけれども、仕込みの風景、そして魚のさばき方、こういうのをですねちょっと紹介していこうかなと思います。普段お寿司屋さんがどのような感じで魚をさばいているのか、どのような感じで仕込みをしているのかなどを簡単に紹介できたらなと思います。魚の種類も多くて、時間もちょっとあまりないのでサクッと紹介していこうと思います。でですね、今日の魚はですねこちらのハモですね。夏になってくると出てくるこのハモですけれども、今日は天草の、熊本ですね、熊本県天草のハモになります。とこのケンサキイカですね、ケンサキイカと、次はこのイワシですね、イワシと、こちらのアジですね。はい、じゃあ今日はこのようなラインナップでお届けしていこうと思います。でまずは、全ての魚の下処理をします。と頭を取って内臓を取っていきますね。まずハモですね。ハモは、このこういう金だわし、こういうものでまず表面のぬめりを取っていきます。結構ハモってヌルヌルするので、これをきれいに取っていきます。僕が一番最初に修行したところが京都のお店で、このハモっていうのはやはり京都が有名なので、ね、よく夏頃になってくるとこのハモをさばいてお椀にしたりお造りにしたりしてました。今日は1本だけですけど、これ数が多くなってくるとめちゃめちゃ大変なんですよ。大体シーズンになるとこれが15本から20本ぐらい届くので、この最初のぬめり取りだけでも一苦労です。じゃあ次は青魚の鱗を取っていきますね。包丁で撫でるように、そんなにたくさんついてはいないんですけど、ここら辺を丁寧に取っていきますね。じゃあ次はアジですね。でこのアジなんかも結構夏場になってくると美味しくなってきて、結構お寿司屋さんとかでも出されるようになってきますね。結構いい感じです、京都サバは。今日のアジは結構いい感じですね。アジの産地で有名なのは、あと大分県の関アジとかがあるんですけれども、他にもブランドアジといったら島根県のドンチッチという可愛い名前のアジがいるんですよね。あの島根県のあそこら辺の海洋に脂肪分の多いプランクトンがたくさんいて、それを豊富に食べて育ったアジが体内に油を蓄えて、ドンチッチっていうブランドの名前で売られることになるそうです。はい、次にですね、今全部鱗が取り終わりましたので、あの頭を取って内臓を取っていこうと思うんですけれども、頭と内臓を取る前に塩の入った、氷水を用意しとってください。これはですね、あの光物って結構鮮度が落ちるのが早いので、この氷水に塩を入れたこちらの氷塩水を用意しておいて、で頭を落としてすぐにこの中に入れて保管するっていうことが大事ですね。こちらのイワシを頭を落として、でこの腹のところもですね斜めにブスッと落としちゃいます。ここら辺はもうすごく骨がいっぱい入ってるので、ここはもう使いません。軽く内臓も手でこの時点で軽く取ってあげて、でこのまますぐに氷塩水の方に入れていきます。
こんな感じですね。次はアジやっていきます。はい、アジはですね、まずここに髄骨と呼ばれる硬い骨がありますので、まずここを取っていきます。尻尾の方から包丁を入れて薄くこのような感じですね。これがちょっと硬いので、ここはもうどうしても食べられないので、これを取っていきます。鱗の塊みたいな感じですね。こっちとあと反対にもついてるので両方やっていきます。少し血合いのところを書いて、この状態でもポリエンスに入れていきます。ちなみにこの氷塩水なんですけれども、これただの氷水だと、どんどん身の方にですね、水が回ってしまって身がブヨブヨになってしまうんですよね。塩の浸透圧の関係でですね、お塩を入れた氷水につけることによって、身の方に水分が行くのを防いで、鮮度のいいアジやイワシが保存できるということですね。だから必ず冷たい氷水に塩を入れるっていうことが大事になってきます。こんな感じですね。すいません、ちょっとダクトの音がうるさいかもしれないけど、ごめんなさい。この後ちょっと卵焼きを焼かなくちゃいけないので、ね、ちょっと今鍋を温めてるところです。はい、ということでアジとイワシの内臓を取ることができましたので、最後にこれを内臓をですね、軽く残ってる血綿、ここ血合いがまだ残ってますので、これをきれいに取っていって、あとは氷水で保存するっていう感じですね。アジとかイワシとかそういう光り物系の魚ってさばいたりするのは握る直前になるので、一応魚の仕込みとしてはもうこちらで以上になります。やっぱり鮮度が落ちやすい分、さばいてしまうとですね、どん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 身が酸化していきますので、それを防ぐために、握る直前にさばくっていう流れになりますね。このような感じで綺麗に血綿が取れたら、もうあとは氷塩水に入れて保存しておくという感じになります。はい、じゃあ次イワシもですね、イワシはもう軽く取ってあげるだけでいいです。やっぱ身が柔らかいので、あんまりゴシゴシやりすぎると身がボロボロになってしまいますので、そこだけちょっと気をつけてください。はい、じゃあこれでアジとイワシの仕込みの完成です。はい、じゃあ次はケンサキイカですね、まずは表面ですね、表面の方のここに硬い骨が入ってますので、この骨の軟骨の上、この上に1本歯を入れていきます。このような感じですね。ここもあとは指で入れるとこういう風に剥がれますので、指でなぞって取っていきます。そのままを取っていきます。この時ちょっと炭袋が潰れないように、ちょっともうこれは元から潰れてたのであれなんですけど、であとはもうこちら側のこの耳のところをですね、手でグイって取ってもらうと、ここに隙間ができるので、この隙間に指を入れて取ってあげると簡単にめくれます。はい、こんな感じですね。あとは流水で綺麗に洗っていきます。はい、じゃあね、このように綺麗に流水で洗うことができましたら、次は下の部分のここですね、ここにちょっと硬い骨がついてますので、これを取っていきます。こんな感じですね。これがちょっと口に入るとちょっと
硬くて、ちょっと深い感なのでね、これを取っていきます。そして、この横サイドですね、ここもちょっと硬い骨がまだ残ってますので、これも綺麗に取っていきます。あんまり取りすぎると、食材のロスになってしまいますので、薄くですね。必要ないところだけ取っていってあげるっていう感じですね。そして最後にもうちょっと切り揃えてあげます。でここまでできたら次はこういうテーパーを使ってですね、このイカに薄皮がついてるのでこれを取っていきます。見えますかね、この薄い膜がついてるんですけれども、これを取っていきます。まあ、中にはこの薄皮にイカの香りがあってこの薄皮取らなくていいっていう人もたまにはいるんですけど、まあ、これはもうその人の好みでいいと思います。僕はイカの薄皮を取るというふうに昔教わったので、そのやり方を僕は守ってやってみます。で裏面が取れたら次は表面も同様に取っていきます。はい、じゃあある程度きれいに取ることができましたので、ですね、これを一回冷凍して使う日になってから解凍して切っていきたいと思います。他は結構一度冷凍すると甘みが増すっていう風に言われているので、僕はいつもイカ系はですね必ず一度冷凍して使うようにしています。でこの余ったゲソとかもですね、これはつまみにしたり、まあ、あとはまかないにしたりっていう感じでまた美味しく別で食べようかなと思います。はい、じゃあ最後ハモですね、僕の大好きなハモですね。前動画でも一回出したんですけど、もう一回おさらいとしてやっていきます。これはさっき金だわしで綺麗にぬめりを取った後のハモですね。これをここにお尻があるので、このお尻の穴から逆包丁でお腹を割いていきます。でもう口まで思いっきり切って、次はさっき入れたお尻の穴からさらにもうちょっと下に入れていきます。この結構お尻の穴より下にも内臓が入っているので、それを出すために開いてみます。大体ここら辺ぐらいですね、ここからここら辺まで。であとは包丁の刃を使って内臓を引き出していきます。このような感じです。ビート引っ張ってあげると全部取れますね。はい、こんな感じです。また金だわしを使って内臓を洗っていきます。鴨は結構身がしっかりしているので、そういうものを使ってゴシゴシとしても多少は大丈夫ですので、きれいに洗っていきましょう。じゃあ内臓を洗いましたら、次はこの目打ちを使ってこのハモを固定していきます。僕はもう思いっきりハモの目にブスッと刺して、この穴の開けたところにですね、こう固定します。このハモを締めた後ですね、ここから刃を入れていきます。で入れるときはですね、ここの骨はハモの骨って三角形になっているので、いつもみたいにですね、この斜めに入れるとどうしても身が上手に開けないので、開くときは包丁を立ててこの斜めに入れていくような感じですね。ここから刃を斜めにして、このような感じですね。でここら辺まで来ると、あとは骨がまっすぐになってますので、
こうで、ここから歯を寝かせて開くという感じを意識してみてください。で、あとは微調整しながら、開きすぎないように気をつけながら、ここでもう一回最後身を開いていきます。はい、じゃあ開くことができたら、次はこの真ん中の骨を取っていきますね。包丁を開いたところのこの真ん中の中骨、ここに差し込んで、この動きで取っていきますね。これ上手い人はもうズバーって一気にできるんですけど、僕はまだちょっとそんな上手じゃないので、ゆっくりゆっくりやっていきます。で、ここまで来たら、最後このヒレの部分、ここも一緒に巻き込んで、最後まで下まで開いていきます。はい、こんな感じですね。あとはもう、ここは使わないので落として、で、このヒレのところはもう落としてもらう。次はこの腹骨のここですね。この骨を取っていきます。はい、じゃあ次はですね、この後ろのヒレを取っていくんですけど、この真ん中のラインに1本切り込みを、V の字で入れていきます。こういう感じですね。で、ここでこのような感じで入れていくんですけど、ここが結構難しいところで、あんまりこれ深く行きすぎると、あの下の方まで行ってしまって、切れを取るときにですね、身が割れてしまいますので、ここはしっかりこう指でなぞりながら、ゆっくりゆっくり丁寧にやっていきます。ここが後ろの、あの背びれとつながっている部分になってますので、これを取らないと後ろのヒレが取れないんですよね。込みが入ったら、次はさっき今こう入れたので、次はこっち側から入れていきます。あとはもう一度ここで最後切り離すように包丁を、これが背びれとの接続、接着部分となってますので、この部分を取っていきます。で、こう指でなぞってですね、この歯が残ってる、骨が残ってるとザラザラしますので、ザラザラしてるところがあったら、そこをきれいに取っていきます。で、ここが取れたら、最後この尻尾の部分から切り込みをちょっとだけ入れてこの取っかかりを作ります。取っかかりを作ったら、ここを包丁で押さえて、身の方を引っ張っていきます。上手に取れましたね。こういう風に背びれは取っていきます。で、しっかりハモもつながってくれたので、これが成功の例ですね。はい、じゃあですね、とりあえず今日の仕込みはこんな感じで終わりですね。一応はこんな感じでいつも仕込みというのはやっていってます。まあ、他にね、あのいろんな魚があるので、そういった仕込みの方法とかも今後載せていこうかなと思ってるんで、もしなんか見たい魚、さばいてほしい魚とか、仕込みが見たい魚っていうのがあったら、ぜひコメント欄の方で教えてください。じゃあ残りもちょっとやっていくので、今日はこれで終わると思います。では、ありがとうございました。